ディオデオジャパン2021年12月第3週 K-POP ニュースベスト7。第7位、モニタリング中の IVE ユジン&ウォニョンの GIF 画像が話題に。 MBCM ショーチャンピオンビハインドに登場した新人ガールズグループ IVE のメンバーユジン&ウォニョンの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。モニタリング中の2人の画像を見たネチズンは、アンニョンズ可愛すぎる、目の保養になる、この GIF 画像をずっと見てしまう、などの反応を見せた。第6位、衣装がすごい、エスパウィンターの GIF 画像が話題に。ガールズグループエスパの新曲 Dreams Come True のミュージックビデオに登場したメンバーウィンターの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。ウィンターの衣装を見たネチズンは、衣装がすごい、最近こういうデザインが流行ってるのかな、寒そう、などの反応を見せた。第5位、TWICE サナのコスモポリタングラビアが話題に。ガールズグループ TWICE のメンバーサナがファッションマガジンコスモポリタンの2022年1月号に登場。未来的ムードのグラビアがネチズンの注目を集めている。同誌のプレビューを見たネチズンは、かっこいい、サナの無表情好き、サナに惚れ直した、などの反応を見せた。第4位、表情うまい、IVE の日本人メンバーレイの GIF 画像が話題に。 SBS、MTV、ザ・ショーに登場した新人ガールズグループ IVE のメンバーレイの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。デビュー曲イレブンのパフォーマンスを披露するレイの画像を見たネチズンは、表情うまい、ギャップがすごい、レイ、オンニが応援してるよ、などの反応を見せた。第3位、放送事故？マイクが落ちた、IVE リズの GIF 画像が話題に。 MBC、ショー音楽中心に登場した新人ガールズグループ IVE のメンバーリズの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。パフォーマンス中にマイクが落ちたリズの画像を見たネチズンは、放送事故？リズ後半はほぼ踊れなかった、他のメンバーもマイクおかしかったね、などの反応を見せた。第2位、火曜大祝祭、腰高いエスパ・ジゼルの GIF 画像が話題に。 KBS2 2021火曜大祝祭に登場したガールズグループエスパのメンバージゼルの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。ヒット曲サベージのパフォーマンスを披露するジゼルの画像を見たネチズンは、腰高い、衣装がすごいことになってる、髪型かわいい、などの反応を見せた。第1位、ダンス練習を終えた IVE の日本人メンバーレイの GIF 画像が話題に。新人ガールズグループ IVE のリアリティ番組 1,2,3IVE に登場したメンバーレイの GIF 画像が韓国のオンラインコミュニティに掲載され、ネチズンの注目を集めている。ダンス練習を終えたレイの画像を見たネチズンは、レイだけ JPG 状態、
大丈夫？しっかりして？可愛すぎる？などの反応を見せた